こんにちは、渡辺理香です。本日も動画を見ていただきましてありがとうございます。今日なんですけれども、国語がよくできるから本が出せるのかとか、あと文章が得意だから本が出せるのかとか、あとなんか過去にね、そういうなんか読書感想文じゃないですけど、そういうなんか文章を書いてなんか自治体からなんか賞をもらったとかね、なんかそういうことで、そういう経験があるから、まあ、本を出せるんじゃないかとか、まあ、そういう、ね、話なんかも、まあ、世間話的な、ね、感覚で聞くことっていうのは割と多いかなっていうふうに感じています。まあ、ほとんどが、ね、社交辞令だろうなっていうふうに私なんかは感じてます。で、編集者もおそらくまあまあ社交辞令だし、まあ話のネタとしてそういうこと言ってんだろうなっていう感じでしか受け取ってないのがまあ実情なんですけれども、まあただね、こういうことを言われる方って割と一定数いらっしゃるので、もう編集者っていうかね、そういうプロとして業界の立場から言わせていただくと、まあ、どれも全く関係ないですね。国語がよくできたから小説家になったりとか、国語がよくできて成績がいいから、まあ、ビジネス書や実用書のジャンルでね、本出して著者としてやっていけてるかっていうと、そういうわけでは絶対ないですし、あとなんか文章が得意だから本が出せるかっていうと、文章が得意だから作家になってるか、文章が得意だからビジネス書のね、著者さんとしても立っていけてるかっていうと、それもあんま関係ないかなっていうふうにね、思っていますね。あとなんかね、過去に、何かそういう文章のなんかコンクールとかね、読書感想文みたいなもんだったりとか、他になんかいろいろそういう、うん、なんか イベントとかね、なんか文章コンクールみたいな本当賞とちょっと取ったことがあるとか、あとはなんか小説なんかの新人賞みたいなのに応募してなんか優秀作みたいなのはもらったことがあるみたいなね、形をちょっとやっぱおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、ぶっちゃけね、それもね、なんか残酷な話で申し訳ないんですけど、あんまりそれが作家業っていうかね、著者業と紐付くかっていうとそれも関係ないんですよね。もう今が大事なんですよね。今著者としてビジネス書の実用書の著者としてやっていけるのか、まあ、あと文芸の作家だったら作家としてちゃんとやっていけるのかっていう、今がどういうスキルをちゃんと兼ね備えているのか、そしてそれをやっぱプロとして仕事としてお引き受けできるか、そして、まあ、ビジネスっていうかね、そういうプロとしてビジネスとして全うできるかっていうだけの話なので、こういったなんか、まあ、都市伝説的なですね、話題みたいなものはもう一切関係ないなっていうふうに思っています。国語ができない、ましてや、数学とか理系系の方の方が今は本が売れてたりとかってするのも全然ありますしね。だから文章の力っていうか、人にものを伝える力と、過去のなんかそういう国語がよくできたとか、なんかの文章タイトルで、なんか賞を取ったとか、なんか文章私得意だしみたいなものっていうものは、あんまり相関関係はぶっちゃけないかなっていうふうに思います。で、私がすごく言いたいのは、お伝えしたいこととしてはね、本を書く力っていうので大事なのっていうのは、もう伝える力だと思っているんですよね。情報をありとあらゆる情報っていうものをうまく自分の中で咀嚼したりまとめたり、まあ、それはね、いろんな意味でこう調査しながらですね、事実っていうものをしっかり受け取りながら、それを自分の中でどうオリジナリティを持ってよりよく分かりやすく理解してもらいやすく伝えるかっていうところの方の方が大事かなっていうふうに思います。そういう力の方が大事なんですよね。文章力っていうよりかは伝える力をきちんと身につけていくっていう、発信の力っていうのがむしろそっちの方が大事です。で、こうなってくるとやっぱり文章書くのが得意だとか、国語がよくできたとか、過去になんか文章のなんかコンクールとかで賞を取ったっていうのは全く関係ない話になってくるんですよね。もう発信する力っていう方の方が、まあ、特にビジネス書や実用書の場合はそっちの方が求められます。作家さん、いわゆる文芸の作家さんとかだとクリエイティブな力っていうかね、ストーリーを、作っていく力であったりとか、それにプラスアルファやっぱり伝えていく力みたいなものと、あとやっぱり そこにやっぱ日本語をどううまく表現していくのか、どう言葉を持って、
言葉のなんかね、言語化ですね、言語化の力っていう方の方がすごい大事かなっていうふうに思います。だから、まあ、一切ね、関係ないって言っちゃ関係ないんですよね。でまあね、時々ねやっぱりね、私も書くの得意だしとか書くの好きだしとかってなんか本を出したいとか作家としてやっていきたいとかっていうような、ね、方っておっしゃるんですけれども、ただその中でもなやっぱり著者さんっていうかね、本を出して、いける人とやっぱりいけない人の違いっていうのは何かっていうと、やっぱりね継続していく力だと思うんですよね。プラスアルファで発信する力、表現していく力、言葉で言語化していく力と、あともう一つはそういうものを終始終始日々日々できる、継続する、続けていけるかどうかっていう、そういう力の違いがもう圧倒的なんじゃないかなというふうに思いました。まあ最近もちょっとね、著者さんとちょっと話していてこの話題っていうのは出たんですけれども、本を出したいなって思う方っていうのはもうたくさん多くって、自分自身が本を出していることからそういう人たちすごく寄ってくるんだと。でもじゃあこういうふうにしたら本を出せる可能性っていうのがあるから、これをやった方がいいですよ。まあその方は特にブロガーさんでもありますので、やっぱり毎日ブログを更新するとか、もう日々日々発信をね、SNS 使ってやっぱりやるとかっていうことをやっぱちゃんとやっていく。あとは自分の表現に対して素直になって、やっぱり下手に飾ったりとか下手になって自分らしさをね失って、なんか虚飾のような言葉ばっかり使ってね行くんじゃなくって、やっぱり自分らしさとか素直さを持った言語化だったり表現能力、表現力っていうのでお伝えをした方が、ブログとか SNS で発信した方がそういう出版なんかに結びつきやすいと思いますよみたいなことをお伝えはしているんだけれども、やっぱりおっしゃるのが、結局そういうことを伝えても毎日やっぱりブログとかやんないし、結局のことところ日々日々続かなくって、結局すぐ挫折するっていう風にねおっしゃいますね。すぐ諦めちゃう、すぐやめちゃうっていう風に言うんですよ。でこれって私から言わせると、やっぱりですね、それはやっぱり文章を書くのが得意とは私は正直言えないかなっていう風に思っていて、得意なんだったらできるはずだなって私は思っていて、得意なんだったらブログで日々発信したりとか何か伝えたりする活動をやったりとか、表現する活動をやったりとか、何か言葉でねきちんと自分の感情とか気持ちとか思いとか思考とか意識とか、あとは世の中のことであったりっていうのを言語化できて、しっかり分かりやすく伝える力っていうのがあるはずだし、そういう力が得意だったら身につけられるはずなんですよ。身についてるはずなんですよ。得意っていうことはやっぱり自分がやっぱりそういう領域に興味を持ってなんかハマっちゃってなんかそういうところのなんかスキル磨いちゃってるっていうことの意味合いだと私はすごい感じているので、そういうふうに得意っておっしゃるんだったらできるはずなんですよね。だけど毎日できないとか結局そういうふうにもうすでに夢をね実現させて されている先輩がこういうふうにしたらできるんですよっていうふうに言ってるのに、その通りにやらなかったりとかね、やっぱちょっと素直じゃなかったりとか継続力っていうのがやっぱなかったりとか、ちょっとやってなんかすぐ飽きちゃうとかやめるとかっていうのはまあこう言ったらなんですけど、決して文章を書くのが文章とか書いたりするのが得意とはやっぱり言えないかなって私はなんかすごい思いますね。本当に得意な人っていうのはですね、もうオタクなんですよね。もう24時間そのことばっかり考えてるんですよ。24時間発信のこと考えてるんです。24時間やっぱり文章のことを考えてるんです。文章でどう伝えるかっていうことを考えてるんです。24時間のうちやっぱり毎日ブログ書かないともう気分が悪いんですよね。こういう状態になっていることが本当に得意な人っていうふうに言えるんじゃないのかなっていうふうに思っていて、でこういう状態にある人がやっぱり作家としていわゆるプロとしてやっていけるんですよね。で作家とか、著者の仕事、本を出す、仕事をする著者さん、まあ、文芸の作家も含めビジネス書の著者なんかもそうなんですけれども、やっぱああいうことができている人っていうのはやっぱり日々それをね、もうやってるから
できるわけなんですよね。資格がないので、何かインストラクター資格とかね、こういうふうな試験に合格したら作家の資格がもらえるとか、そんなものないんですよね。やっぱり自分が作家なんだ、自分が文筆家だ、自分がやっぱり著者として、文章力を持って世の中に、アウトプットしたりね、広めたりとかすることによって、お仕事に全く結びついていくっていうところが本質的な著者の仕事っていうかね、作家の仕事になってきますので、自分が何て言うんですかね、そういうコントロールできない人はやっぱ作家とか著者っていう活動はやっぱできないんですよね。だから誰かになんかお墨付きをもらわないとできませんみたいなタイプの人は、正直作家とか著者っていうのもある意味起業家と一緒なんで、正直やっぱあんま向いてないかなっていうふうに思います。だから作家とか著者、いわゆるビジネスの著者っていう人たちは、誰からも何も言われなくてももう書いちゃって発信してたりする人たちです。はい、それが結局のところ編集者の、ね、目に留まったりとか、いろいろね、雑誌記者の目に留まったりとかして、大きなメディアと結びついていくことによって、そういう活動っていうのがやっぱり広がっていくっていうようなね感じになっていくのかなっていうふうに思いますね。だから本当にね、国語がよくできるからとか、かつて、なんか文学賞のなんかちょっと賞を取ったとか、そういうのっていうのはもう一切関係ございませんね。でそういう感じの人ほど逆に本を出す仕事っていうか、本を出して著者としてやっていく活動っていうのが逆にできてないんじゃないのかなっていうふうに私は思いますね。はい、本質的にやっぱり大事なのはもう実務ができるかどうかなんですよね。実務的にその作業も含め行動も含めね、執筆っていうやっぱ活動っていうのがもう継続的にできていくかどうかでしかないっていうところがありますよね。まあ本当文芸の作家さんとかですごい売れっ子になってくるとですね、遊んでる暇なんて、ね、やっぱないですし、もう十何時間やっぱり机にね、座ってもう文章ともうなんか対峙していくっていうかね、向き合っていくようなことをもう終始やっていくんですよね。でもそういうのがね、あんまやっぱ苦痛にならない。でそういうのがお仕事として引き受けてるからやっているっていうような、なんかお金になるからやっているとか、お金になるんだったらやるみたいなレベルの考え方の人はぶっちゃけ、著者とかそういう本を出す活動とか仕事っていうのは長続きしませんし、多分そういう人はね本出せてないんじゃないのかなっていうふうに思ったりとかしてますね。やっぱりなんか発信したりとか文章を本当に書くことがもう毎日やっても飽きないとかね、そういうのがもう無意識のうちにやっちゃうとか、やらないともう気色悪い、自分の心の中でモヤモヤが、なんかストレスがたまるみたいな感じの人がですね、やっぱり著者っていうかね、その本を出していく人なんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしますので、まあそこのところはね、あまり勘違いっていうかね、されなくてもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。特にビジネス書や実用書の場合っていうのは、はっきり言って文章書けなくっても本出せちゃうんですよね。そういうこともできたりもしますので、あんまりね関係ないですね。国語ができるだの、なんか文章が得意だの得意じゃないだの、まあ、そういう考え方っていうのは実を言うと申し訳ないんですけど、すごい素人の考え方なんですね。はい、素人の考え方って、実際にもう出版している著者っていうのはそんなことを言いませんので、はい、だからこの辺のところをですね、ぜひともちょっとご理解いただくと、いいんじゃないのかなっていうふうに思っていますし、出版社の編集者もそこら辺のところっていうのはもうよく理解しておりますので、なんか国語ができるだの、かつてちょっと昔賞を取ったことがあるだの、その後ね賞を取ったことがある、はい分かりましたと、それでその後なんか何でもいいから文筆とか執筆のねなんか活動、お金をもらわなくてもなんかブログやってんのかとか、SNS でなんか発信してんのかとか、そんなことやってるのかっていうふうに聞いたりするんですけど、大体においてやってな、なんか大体においてあんまりやってなかったりする人も多いかなっていう感じはしますけどね。はい、
なんかそういうことだったりとか、あとなんか文章が書くのが私得意な方なんですっていうふうにおっしゃるけど、そしたらなんかやっぱ発信とかブログとか、なんかそういう文筆執筆みたいな、なんか活動やってんのって聞いたら何もやってないと、なんか何が得意なんだかよく分かんないみたいなね要はまあ、社交辞令なんだなっていうふうに、まあ、右から左ですね、はい、反対か右から左に、まあ、聞き流してはい終わりって感じになってしまうので、まあ、ここら辺のところ本気でちゃんと出版とかね、本出したいなっていうふうに思われるんであれば、しっかりやっぱエッセンシャルな部分っていうのをちゃんと磨いていくことですね。繰り返しますけれども、出版をする人にとって大事なのは、なんか文章の力とかっていうよりかは、特にビジネスや実用書の場合はやっぱ発信の力です。発信の力、表現していく力、言語化していく力、そしてそれをやっぱ分かりやすく理解してもらえる、いろいろプレゼン能力、プレゼンの力っていう方の方がすごく大事ではないかなっていうふうに思ったりしますので、まあ、それに付け加えて、そういうのをやっぱり文章で書くっていうところに、全くなんていうんですかね、苦しみを伴わない、毎日のように毎日書ける、毎日文章って普通に書けちゃうんですよねみたいな、まあ、書かないとイラつくんですよねみたいなタイプの人は非常に何ですかね、まあ著者向きっていうかね、本を出してうまくいきやすい人です。はい、ということで、今回は以上でございます。どうもありがとうございました。失礼します。